皆さんこんにちは、リフトです。今回ですね、毎週やらせますホダンスキン無職転生第2期の感想動画撮っていきたいと思います。ということで今回ですね、昨1年放送されました第2期10話のこの気持ちですね、こちらの正直すぎる感想、一切忖度ない感想をいつもにしてまして、こうやってありで話していきたいと思います。ということで無職転生2期ね、まあ、前回のもう激動会でもめちゃくちゃ盛り上がってまして、まあ、昨日同時聴もですね、まあ、今回は割とため会っていう回だったかなと思うんですけれども、まあ、同時聴も150人近くね行きまして、本当にありがとうございますという中でね、まあ、残り2話まだやばい、ラスト2話もやばいみたいなんですけど、もう2話かみたいな感じもするんですけどね、今回もうこの気持ちっていうサブタイで、どんな気持ちなんですかみたいな、もう超気になってた中でね、まあ、ぶっちゃけどうあったのかというとね、まあ、ウィシンアニメ勢というところですけどね、その正直してる感想、まあ、ネタ話の感想、結論から入っていきたいと思いますというところで、今回無職転生第2期10話、この気持ち見させていただきまして、ネタ話の感想、結論としましては、正直ですね、めちゃくちゃ面白かったっすね。最後だったっすね。ただ、今回ね、結構作画が実はライブ放送をやってた時笑いに上がりまして、結構もうなんかライブが荒れかけてたんですけれども、どうでした?みたいな作画。僕は正直なことを言うと、不安定だったんじゃないかなって。泥沼以来にちょっと、まあ、特にルーデースの顔面作画、気になったなって正直思いましたけども、まあ、とはやっぱ話がもうバグレベルに面白いんで、まあ、トータルで見たらあんま気にならなかったな。でも、作家どうでしたかって言われたらやっぱ気になったと言わざるを得ないかなっていうのが、ま、正直な、とこ。だからといって別につまんないとか、そういうつもりは全くないんですけれども、というのは思いました。はい。で、まあ、こういうことを話すとね、じゃあお前 X1 見てこいとか、鬼前めちゃくちゃ下げるかと。おさまけ見てこいよとかね。そういうやっぱコメントが出てくる。まあ昨日出てきたんですけれども。もちろんそれで比較していいに決まってますよ。そんな、比較対象ないです、それは。でも別次元の、もうそれ逆作画法、逆神作画みたいなもん。大作画崩壊の作品なんで、もうそんなのと比較するわけないんですけど、無職転生やっぱ中でっていうとこですよね。まあ特に比較すると、まあ特にやっぱ学年入ってからすごいクオリティも高くてですね、まあ、かなりやっぱそこの評判も良かった。もんですから、まあ、今回やっぱそのある種温存会だと思うんですよ、作家に関しても。だと思うんで、まあ、ラスト2はね、まあ、なんかすごい回来るらしいんで、そこでまあ、そのある種温存した部分を解放してくれればと思うし、もっと言えばって、ね、やっぱ皆さん、まあ、原作勢の方がもう押しまくる、もうハードルがもう天井もぶち壊して、もう遥か彼方宇宙まで上がってしまった、まあ、あの3期ですよね。まあ、3期は来ると思うんですけど、少なくとも。やっぱそこが神作家であればいいのかなってやっぱ思いはね、すごいあるんですけどもね。まあ、今回別に作家良くなきゃいけない回かって言われたら、そういうわけじゃないかなと思うんでね。とはいえ、やっぱちょっと無職で作画気になるなっていうコメントをやっぱ一気に言うなんていうのは想像してなかったので、そういう面でやっぱこの、やっぱこれまでのトータルのいろいろなクオリティと比較するとね、無職の中ではやっぱりちょっと不安定だったなって思いますし、まああの噂によるとやっぱ作画監督さんが機能しきってない、まあ人は足りてないんだと思うんですけど、まあスタジオパインさんもね、有能アニメーターも抜けたみたいな、てかそもそもアニメーターの数は多分減ったんと思うんですけど、いろいろとね、まあ問題が生じてる中で、我々ファンもね、まあこうやって応援していかないとなって、もちろん円盤買うようになる人は円盤買っていくべきだし、原作買う、どんどん原作も買っていくべきだしっていうのはね、なんか改めて思いましたけれども、はい。っていうところで、まあ、作画に関しても正直気になったというか、まあ、皆さんの意見もお待ちしてますというところで、まあ、ちょっと内容の方ね、入っていきたいと思うんですけれども、もう、今回ってさ、まあ、話が全然動いてないように見えて、もうめちゃくちゃ動くみたいな、もうこの学園編の根幹が大きく揺らぎ出すみたいな。やばかったですね。で、やっぱ改めてさ、もうルーデウスっていうこの進化はいかにやばいやつかみたいな、いかに異常者なのかっていうのが、すごい見えてきて、なんかさ、なんか毎回僕無職見るたびになんか、生放送のコメント見るんだけど、あ、これ女性視聴者無理だなってかさ、あの、もう厳しいですよ。まあ、でも、友達見てる人いますよ。女性の友達ね。オタク友達みたいな。いますよ。見てる子ね。別にもちろんゼロなわけじゃないんだけど、まあでも厳しいよねとか、お茶の場で流すなよねとかさ、まあ、やっぱ、オタクの中で人気なのかなみたいな話もあって、無職って。まあ確かにそれはあるかもしれない。確かに世間的な配信ランキングとか見ると、やっぱ、まあ、呪術がやっぱ一番ですね。で、次はバタコンなんですよ。で、まあ3番目くらい来るかなって無職って感じなんですけれども、やっぱオタクの中での人気は、もうマジナンバーワンだと思う。そんぐらいやっぱ無職って人気だし、やっぱすごいファンに愛されてる作品だと思うんですよね。今回やっぱ原作勢の方だと、ね、カットとかあったみたいな話も聞いたんですけど、まあアニメ勢から見たら全然違和感なく、テンポ感
感としてむしろじっくりやったぐらいね、もうじっくりやったけど今回良かったんですけども、まあいい引きになったかなっていう。まあ次回あなたへタイトルだったかな。でなんか原作にないタイトルみたいなのですごいなんかそこは多分原作での人も楽しみって話は聞いてましたけれども、まあすごい生放送やってほんと毎回補足もいただけてますしね、まあすごいやっぱ原作読み込んでる方も多くて、だしこの面白さにこんだけ自信を持ってるファンがこんなにいるってやっぱすごいですね。やっぱそんだけやっぱ3期面白いんだろうなっていうか、無職って正直面白くないって言われた章ですら面白いんで、今回の学園もそうなんですよ。別に最初、やばい、微妙と聞いてたんでね。でもなんかだんだん気持ちは分かってきた。なんで学園がそうやって言われてるのかっていうのはすごいやっぱ分かるようなね、その見え方が正直しますよね。まあ結構やっぱラブコメ要素みたいなの強くなってきてますし、もちろんバトルとかやっぱ少ないですから、まあその、ただね、そのやっぱその3期とか面白すぎるかなとかね、まあいろんな評価によって、学園編言われてたのかなって、まあ見てて、すごい思いますけれども、結局めちゃくちゃ面白いですから、その多分原作勢の方がハードルを上げるってことはまあ間違いなく面白いというか、もう類戦がぶっ壊るんじゃないかなっていうところでですね、まあ非常に楽しみ。まあ特になんかニックルメもなんかめっちゃ類戦崩壊する回があるとか聞いてるんで、あのライブオースでもねお構いなしにボロ泣きさせていただきたいと思います。でちょっともう大変申し訳ないことが起きまして、最終回ね、あのワンクール目の。これもうめちゃくちゃ多分ね、ファンの人残念だと思う。もうなんかもうファンの人がもう僕の同数増やそうぐらいの勢いでね、してくれてると思うんですよ。まあ無職やっぱ人気作品だし、まあ盛り上げたいっていうファンの方がたくさんいらっしゃると思うんですよね。すごい盛り上がってるんですけど、で僕も寝さず寝とって言って、毎回僕月曜日の仕事出社したらめっちゃ寝不足なんですけど。ワンクール目の最終回ね、どうせ300人行くかもで僕も行くかもしれないとか言ったんですけど、もう大変申し訳ない。飲み会入ってました。すいませんでしょ。もう、申し訳ない。間に合ったらやります。間に合ったらやるんだけど、もうおそらく多分その日がね、結構激しめの飲み会になると予想されますね。まあ9月末っていうか、ちょうどね、なんかみんながいろいろ、高校の頃のね、まあ友達っていうか、まあ同じ部活の子とかがね、ちょっと集まれる、まあ集まる日なんですね。で、正直参加しないわけに、まあ4人ぐらいの飲み会って行かない、まあ、無理よ、俺、むしろ同士やるから。俺用事あるから、大事迷惑あるからって言ってやめてたんですけど、ちょっとね、まあ、雲行きが相当怪しいというか、もうベロベロに酔ってボロ泣きしてやるか、まあ、単純にそもそもその時間以上にさらに飲んでるか、カラオケ行ってるか、ボウリング行ってるかみたいな可能性高いですね。ちょっとできない可能性がまあ相当高いです。申し訳ない。マジ申し訳ない。枠は一応作ってきます、とりあえず。マジ申し訳ないです。場合によってはもう、わかんないですけど、枠だけ作って感想を交流戦してもらうみたいな。よくわかんないことするかもしれないです。まあ、ちょっと考えてきます。はい。ちょ、マジ申し訳ないです、それに関して。本当に。本当に申し訳ないです。はい。っていうところで。まあちょっとね、やっぱ日曜日の深夜ってね、こういうことあるんだよな。まあ、平日も、まあでもどうなんだろうな。まあそうだよね。まあそうだよね。日曜の深夜になんでそんな飲み会なんだよ。すいません。まず申し訳ないです。はい。というところで、ちょっとこれ先にちょっとお伝えしておこうかなと思って、また来週同時ショーとかも言いますけどね。はい。というところで。話としてはね、あとはまあでも、すごかったっすね。もう今回なんかもうめちゃくちゃ楽しんでて、やっぱね、毎回なんかさ、もう、解剖の落差がやばすぎて、これ本当に同じアニメなんかみたいな。前回もビビり散らかして、もうちょっと泣いちゃうみたいな。そう。で、エンディングの見え方がさ、もう全く違うの、回で。もう、前回もう辛すぎて泣いてたのに、今回もう、上回れみんな、みんなが逆に泣きそうみたいな。なんかさ、もう見え方の違いとか、もう本当にうまいし、面白いなと思って。無職やっぱ最高だわ。今回ため会じゃねえよぐらいのやっぱ面白さ。もうこんな毎回面白いね、アニメあんのかぐらい、もう本当に無職好きなんですけど。思ってますし、まあ、作家に関してね、気になる声は分かる。僕も昨日、あいつ、どうしようや、僕は見てる時は言わなかったっす。確かに、気になってる言わなかったけど、その言うほどじゃないかなと思って、やっぱそういう声が上がる以上はね、まあちょっとやっぱ言う必要あるのかなと思ってね。別に、気になってなかったら全部別に何も気にならないですよって言うんだけど、で、正直ちょっとありましたけど。はい。まあ内容的にもめちゃくちゃ面白すぎるんでね。はい。まあ、残り2話、もうめちゃくちゃそこはハードルを上げて見させていただきますんで、非常に楽しみです。最終回もちろん感想とかは絶対上がりますよ。はい。というところで。そこから半年待つんだろう。やばいな、マジで。はい。というところで、ネタバレなしの感想を以上としまして、ご回答ありの感想は言っていきたいと思います。ネタバレにご注意ください。というところで、ネタバレの感想ね、入ってきます。ご注意ください。ネタバレの感想としてはですね、まあ、やっぱルーデスっていうところで、まあ今回もうめちゃくちゃ話が動きましたよね。ついにルーデスのルーデスが復活かみたいな。ね。で、フィッツ先輩が女性だと判明みたいな。もうやばい、ここに来てようやくみたいな。もうようやく感やばかったんだけれども。まあでもなんかこう、一気になんかさ、今回って A パートは結構もうジュリちゃん可愛いみたいなくらいな感じ。まあプルセンとかリーナも出てきましたけれども、まあ序盤進んでて、これもはや今回フィッツ先輩出ないのかみたいなこと言ってましたよね。もう見てた時に言ってて、B パートの旦那進んでた時に出てきて、ね、しかもそれフィッツ先輩じゃなくてアリエルだったね。しかも本当はね。なんか違和感があるって何が違和感なんだと思ったんですけど、まあフィッツ先輩後からまあアリエルだって分かって、外では無言のフィッツだから話さないんだよとかいろいろ分かって、
ってくる中で、今回また図書館でね、まあなんとか愚痴ろうと思って探してたらフィッツ先輩と本人に会うみたいなね展開だったんですけれども、まあそこからのお決まりね、もう鉄板展開ですよ。こうなんかこうなんかあのくっつきなんかキスとなっちゃうみたいな、ね、あれ今マジめちゃくちゃこれもう何回見たかみたいなね、ラブコメの王道展開が発生しまして、おっしゃフラグ来たぜみたいなね、もうか来たこれはついにと思ったら、そこでついに女性だと分かるっていうところで、でなんかコミカライズだと噂にその股にこうなんか当たって分かるみたいな、あもうまあまあそれは確かに分かるかもしれないけど、アニメだとなんかさ腰を触ったぐらいなんか胸はなんかまあないらしいんで腰を触って分かるかみたいなルールですよ、なんか言い方の上級者みたいになってましたけれども、うん、まあまあ分かると思うけど、ね、分かるんだけどその確信を持てないだろうみたいなね、うん、なんかその股ぐらいじゃねその確信持てるっていうのマジで、うん、まあ、胸かさ、うんっていうのはまあわかんないけど、パッと見ちゃ入れてるかも。あ、じゃあ、まあ、男に見せてんだからパッと入れてるわけねえか。まあまあっていうとこで、まあそういうとこはありましたけれどもね。あめちゃくちゃそこでね、まあついにこう、まあ、ルーエスがこう、おお立ったみたいな感じで、めちゃくちゃ面白かったんですけど、その後が衝撃シーンで、図書館の中でいきなりしこり出すみたいな。ガチ、いかれすぎだろ。おおまだガチが必要よ。ダメだ、ちょ、ちょっと異常行動すぎて、もう僕もついていけなかった。何こいつもちょっと異次元でしょ。ちょっと図書館であんないきなりやらんけど、やばいだろあいつマジで、ほんとやばいだろ。もう公衆の面前の前で神聖なる図書館の中でもう何の影にも隠れることなく、もう堂々とやりだすっていう、もうちょっとやっぱ違うなって思いましたね。ちょっとこれが面白すぎちゃってさ、もう僕もこれで笑いが止まらなくなっちゃったんですけど、はい、でまああのルーデスもね、常にこうフィッツ先輩に恋してるんだ俺はって気づくんだよね。この気持ち気づくわけよ。そりゃ可愛いするよね、僕も恋してますフィッツ先輩に。もうね昨日も言いましたけども、今ねあのリクさんはシルフィーとエリスとロクシー誰推しですか。フィッツ先輩に決まってんじゃないか。フィッツ先輩し勝たんって何言っとるんや。誰ですかエリスがいなく寂しいとか、もうこんな僕は置いてきました。僕はあの、まあ、エリスの辛い過去を乗り越えて今僕フィッツ先輩に恋をまたリクさんロクチン出てきたロクチン推しになるんだとか散々言ってくれましたけどね。僕はもうフィッツ先輩今一律なんでね、はい、もう任せてください。フィッツ先輩は僕の嫁というところで、あのもう持ってね、もうこのフィッツ先輩は回を追うごとに可愛くて可愛くてね、僕は男女の子なんてないんだからねって、もう明らかに男みたいな女の子みたいな反応で帰あのね去ってく、もうフィッツ先輩も可愛すぎるし、もうたまんないです。もうそのすぐさ一つ一つが可愛すぎてね、はいっていうところで、今回ねまあエパートはねもうジュリちゃんがもう可愛すぎてもう大優勝と思ったんですけど、フィッツ先輩出てこないともう俺は終わったと思う、もう倒れてしまうぞと思った中で思わぬ進展があった上で、でもねフィッツ先輩はあえて男だと治ってるわけだから、ここはじっくり行こうって、男だと思って男だと接してあげようみたいなルールですけどね、なんでそんないきなりさお前異常者で図書館でしこっちゃうようなやつがそんなに急にやらしくなっちゃうわけ。フィッツ先輩の気持ちを汲むのはわかるよ、でもそこはさもうガッついちゃおうよ。あ、フィッツ先輩もうそんぐらい僕好きです、もうそんぐらい行こうよ。あと2話しかないんだよ、あんなじっくり発言してて2話でくっつけるんですか。まあきっとさもうこの展開すげーね、ルーディスとフィッツ先輩くっつくんだと思いますよ、うん、でも大号泣しても大感動するんだと思うんですけど、これワンクルメン待たされてても無理ですよ。まあせめてシルフィーだとわかるみたいなね。いやもうなんかルーデスがさついにこうシルフィーで気づいたんかなみたいな若干思ったの、恋だって気づくときにね、うん、さすがにそこまで言ってなかった。うん、でもさ、すごくない？シルフィーっていうのもさ、もうなくて、肩書きもなくて、もう男だと思われてる中で恋されるフィッツ先輩の魅力よ。それは俺恋するに決まっとるわ、シルフィーで知ってんだし。いやー、やばいっすね。学園、もうシルフィーが可愛すぎるって聞いてましたけど、もう可愛すぎるなんて言葉で、もう表せないよ。もう可愛いすぎる、もう神ですよ、あれはもう。はい、というところでね、フィッツ先輩にももう極上の癒しをね、私はいただいてる中で、ルーデスにずっともどかしさを感じてる中なんですけど、まあ図書館であんな堂々とされていったら、もう僕もちょっと参ったと。ちょっとお手上げですっていう感じだったんですけどね。まあじっくりやるみたいな、まあ確かにね、彼も素晴らしいですよ。でもそれはその心がけはものすごく素晴らしい。確かにそうだ、マッキーあってから男だって言って、ね、言ってるわけなんだけど、でも本当はさ、シルフィーって、ね、女の子と接してほしいんじゃないの？気持ちを組めよ、ルーデス。あ、というところですいません。おじさんのね、ざるごとはそろそろ以上として。まあなんか、ひとまずもうちょい男の子としてやるような感じなんでね。ちょっとまあ今後の絡みもめちゃ楽しみですけど、残り2話ね、なんかやばいらしいんで、どうやばいのかちょっとまだわかんないですけど、めちゃ楽しみに。でも僕ね、無職ね、これ、この前週刊なんていうのも言ったんだけど、僕、横組んで毎回我慢してるんですよ。横組んでマジで我慢してて。
本当に新鮮な気持ちで見たいなって全力で我慢してるんで、ちょっとまあね、展開とかもね、まあこう、あの原作での方はちょっとネタバレしないでいただけたら幸いですし、あのむしろマジで楽しみです、残りにはもね、はいっていうところで、こんな感じですかね。あ、そうそう、昨日なんかね、リニアとプルセナどっち派ですかみたいな意見、あの話したんです。僕ね、リニア派なんですよ。あのね、リニア なのにゃんあの僕ね、やっぱ元気っ子が好きなんですよね。うん、だからまあエリス。あ、エリスあ、すいません。あ、ちょっと思い出しちゃった。危ない。僕はもうフィッツ先輩、まあ、一時なんでね。はい。まあ、リニアとプルセナって僕、まあ、もちろんプルセナめっちゃ好きなんですけど、リニアの方が好きかなっていうところで。まあ、でもやっぱジュリちゃんですね。ジュリちゃんしか勝たないなと。から、見させていただきまして、はい、あ、めちゃくちゃ面白かったですね。七星のところとかも、ね、出てきましたけれども、まあ、話が動いたっていうか、そのなんかルーデウスが動いたっていうだけの話なんですけど、今回は。まあでもやっぱそれはもちろんこの学園においてはものすごく大きな話だし、で、学園が批判される理由もよくわかりますよね。お母さんなんで探さないんやとか、お前何やっとるんやって、もうその通りなんですけど。まあそれだけやっぱ深刻ですよ。だって2年間。え、でも自分ってこれもできないでしょ、これやばいだろ、もう。どうなってんのよ、彼の欲は。あんなにだってスケベ変態やったね、もともと。どうなっちまうんだって感じしますけどね。はい。めちゃくちゃ面白かったしね。もうたまんなかったですね。最高だったし、ED から ED 復活かと思いきや、やっぱ ED からのエンディングっても見事でしたね。はい、最高だったね。まあ、前回の茅野さん、茅野外みたいな、もうなんか比喩が効いてんじゃない暗喩っていうのかもや。はい、いいんじゃないですか。うん、あ、バーディーガーディーもそれ出てきたね。はい、っていうところで、あ、クリフは面白いね。あ、じゃゾル出てきた。そうゾル出番短すぎんかった。え、もう終わりみたいな。なんかまだゾロでまああるらしいけど、さすがにちょっとさすがにかわいそうだゾロ、もうちょっと見なかったかなったけどね。濃かったな、そういうのキャラ多かったですね、いろいろ出てきましたね。もうクリフは僕すっかり好きになっちゃったんだけどエリナ・リーゼもまたね面白いんですけど、はい、ということで、うん、まあゾロも久しぶりに見てよかったですけど、もっとまた見たいなって思いましたけどね。まあ何よりもやっぱルーデウスがついに動き出したというところで、あのめちゃ楽しませていただきましたし、まあ彼がやっぱ改めて異常者なんだっていうのをね、しっかり気づけた、まあ僕も気づきを与えてもらったというのは素晴らしかったなと思いましたしね。ウィッチ先輩やっぱもう、あのルーデウスが男だと思っても好きになってしまうぐらいやっぱ魅力が桁違いなんだなっていうのを、まあ改めて認識したとともに、まあ、僕の嫁はフィッチ先輩一人なんだなっていうのを、再認識させていただいた次第でございました。はい、ということで、今回ね、無職転生第2期10話。この気持ち。の正直する感想はね、以上となります。この時期ありがとうございました。次回ね、あなたへですか、めっちゃ楽しみにね、また待ちたいなと思いますし。はい。まあ、無職に関しては、作はね、またこう、まあ、今回は温存会だっていうところで、またね、こう、クオリティパンって上がってほしいなって思ってます。はい。だってエンディングやっぱいいっすね。これなんか、もう、回を追うごとにさ、見え方もやっぱ変わってくるし、もう、今回とかも激もらったね。うわーってなってたんですけど、あの、まあ、残り2話で、あの、もう素晴らしいとこまで人まで行ってほしいなとは思ってますけど、まあ、どうなるのかちょっとやっぱわからないんでね。ここに関しては、まあ、原作でもどこまで進むかって、まあ、多分目処はついてんじゃないかなと思いますけどね。楽しみに、見ていきたいなと思います。はい。ということで、今回の動画は以上でございます。ご視聴最後まで。ありがとうございました。まあ、ぜひ皆さんね、感想、考察、考察はおかしいか、感想と原作の放送とか、まだカットされたセリフとかあるらしいんでね、またコメントお待ちしてます。まあ、アニメとしてはもう最強に面白いなというところでございました。またね、同時視聴のように感想とかもあげていきます。ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ということで、無職の動画、つい喋りすぎちゃうんですね。これ、以上としております。ご視聴最後までありがとうございました。